おっやるじゃん。おはようございます。元気ですか？今ツイッター見るのよ。え、なんで？モンハンのアップデートが、起きちゃったか。モンハンのアップデートが入るらしいよ。1分ぐらい遅れて欲しかった。マジで超眠い。うぅ、多分もう起きるんだよ俺は。バカどもかよ。おい、俺はやればできる子なんだ。いつもちょっとだけやれないだけであって、俺はやればできる子なんだよ。なめるな、あまり人間を。これが人間が持つ可能性なんだ。これが人間なんだ。俺たち、俺たち人間は絶対に。あれ、これ皆さん、キリタンの声聞こえてる？え？え、どっち？今キリタンの一瞬消えてた？今聞こえてる？じゃあだとしたら、もしかしたらさ、これキリタンの声ありきで、え？今も消えてる？今も消えてるってこと？ずっと消えてる？なんかピコピコなってはいるけど、ダメ？精神と時の部屋入ってきた。あれ？もう一回コメントして、誰か。あれ、なんでだろう？なんで乗ってないんだ、音は。ここにピロ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 ってなってんのにね。ピロピロはダメなの？プロパティ。いや、切らないで、視聴中はどうせ切るんでしょって。切らなくてもいける方法を今模索しようと思ったんだけど。こんにちは。これか？じゃあ、え？そう、放送にだけ乗らないようにするってこと。それができるように、いや、新しくこの OBS のぼう、ほらだってこうピコピコなってるでしょ。ピコピコなってるからみんなに乗ってると思ったら乗ってないんだ。ダメなんだ。よくわかんねえな。アプリケーション音声キャプチャーベータ版だから、もう見らしちゃないの。こっちに乗ってない方が合ってるんじゃないの。いや、でもほらさ、ここでキリタンの喋るとき、ここベベベベってなってるじゃん。これ今キリタン喋ってるのね、一応俺の耳には。でもこう乗ってないからみんなには言ってないってことでしょ。欲しかったな。アプリケーション音声キャプチャー OBS。 アプリケーション音声キャプチャー、それじゃダメ、それでいいんじゃないのかって言うけど、
設定から、今何時？まだ時間あるよね。設定から、デスクトップ音声を無効にします。音声のマイク音声を、アプリケーション音声キャプチャーのレベルメーターが動いてるなら基本的にその音は配信に乗ります。動いてんのに乗ってないのは何？みんなに聞こえたら、みんなにキリタンの声が聞こえたら成功。でも聞こえてないので失敗。いや聞こえた方、聞こえ、同時聴取は聞こえない方がいいんじゃないのっていうのは、いや聞こえた方がいい。だから同時視聴中にキリタンの音だけ、俺が映像とか見てんのにもかかわらずキリタンの音だけがみんなのところに聞こえるっていう奇跡が起こしたかったんだけど、これじゃ起きねえな、その奇跡。ちょっと一回じゃあ配信切ってみるね。アローベンチョラベババペンチョペンチョロペペペペペペペ、奇跡も魔法もあるんだよ。まあいっか、流れ星、ダメだ乗ってないわ。なんでこれ、ここがビビビビビってなってるのに乗らないの、おかしくない？それはそれで、それはそれで乗れよ。乗りが悪い。乗った。え、乗った？乗った。で、じゃあ乗ったとしたら、乗ったとしたならば、だからここで俺の動画を流すじゃん。無駄にでかい。え、音量でかい？キリタン？これみんな音聞こえてない？俺のゲーム実況の。成功か。聞こえない。聞こえない？おお。じゃあこれで俺が U149見ててもみんなの声は乗るわ、配信に。ああ、そういうことか。やったー、成功した、ラッキー。いいね、イエーイ。チスプリナッツ成功しました。でか、昔も一応できたけど途中でバグらなかったっけ。いや前はね、そっちの音聞こえないようにってことで OBS のあの機能じゃなかったから、前は変なよくわかんないアプリを使ってたから、今回 OBS の機能だから多分大丈夫だと思う。新しい OBS にしてきたから。よし、みんなニコ生行け、なだれ込め、ズボボボボボボボ。サイマイ
長時間ゲーム実況。なんでこれ俺呼ばれてないの？半分溶けてるじゃねえか。え、推しの子も やんの今日。さっきやってた。面白かった。よし。だって君ゲーム実況ツイッチでやるじゃん。確かに。今日はコーラを飲んでます。パチンコ屋の景品でもらいました。コメント欄盛り上がってます。マジで可愛かったからな前回もな。超楽しみじゃない。ちゃんと起きれましたよ。でもマジで眠いよ。あんまり変わんねえでガザル。どう？寝起き感強くね。ウェブ予告見てねえから誰かいかわからない。起きてた方が良かったまである。ウェブ予告はね見たよ俺。あれウサミンとねシュガハが出るっぽい今回は。で誰回だったっけ、誰回だったかは忘れちゃった。ウサミンとシュガハが可愛かったことは覚えてる。毎回ゲストが来てるのね。なんか多分来るんじゃない。やっぱ目がトロン。なんかさ俺の N G も来んのかな。いつか来るかな。そういや今回3話か誰か死ぬかな。あー死ぬかも。花粉症で30回くしゃみした後みたいな顔してる。でもいつもこんな顔じゃない。言うてあのさなんだっけ、俺のニコ生保管庫でさ誰かが俺の俺が24時間アイマス生放送のさ時に眠すぎてコールセンターに電話したところにタイムスタンプ貼ってくれた人がいたんでありがとうございます。わざわざ見てくれてコメント欄にあったわ。今じゃない、なんか4日1週間ぐらい前にコールセンターに電話する川口みたいな時間指定のコメントしてくれててよく見つけたなと。そういうコメントいっぱい待ってます。そういや19年頃の保管庫見てたんだけど。19年、やば。俺そんな昔から保管庫動画上げてんの。なんか今より音質良かった気がする。多分音質いいよ今より。マイク違うから。前はあんまり絵描いてなかったからこのヘッドセットじゃなかったんだよね。だ液タブで絵描くようになってから昔はなんかもっとこういうマイク使って喋ってたんだけど液タブで絵描くときこう前かがみになるからマイクがどっか行っちゃうのねビヨーンって。なるほど。だからこのヘッドセットにしたの。そしたらこう液タブがここにあってもさ一定の音量で喋れるじゃん。だからこのマイクにしたんだけど俺もでも嫌だなと最近思ってきてなんかもっと音質良くしたいなって。まあどうなんだろうね世間一般って音質そんな気にするかなっていう。配信者側ってさ音質とか画質とか気にするけど見てる側って多分ほとんど気にしてないんじゃねえかなって。気にしない。気にしないよね。だって外でさ YouTube 開くとさそのアイムジャパニーズポテトスメルマンみたいなこと言ってた。なんだそりゃ。むしろ音質良くなったら違和感あるわ。携帯でさ外でさ見るとさ動画 240p っていう画質で見せられるもんね。ギャビギャビのその電話普通の 4G 回線でさ携帯見ると 240p で見せられる最初。それは君の回線の問題でしょ。確かに文字なんも読めん。
でも見えるよね、なんとなく。別に 240p でもなんか画質悪い気がすんなぐらいだけど。鼻水がすごい。うわ、今2時間睡眠の時に眠らぼを飲めばよかった。上質な睡眠取れたらこんな眠くなくて済んだかもしれないのに。お、3話素晴らしかったっていう。切れなくなってたかもよ。ね、あれがネタバレ野郎がコメントしてるわ。もう偽物だって気づいてるから聞かないよ。いやいやいや、偽物じゃない。偽物だったら嘘ついてるってことじゃん。そんな嘘つくはずがないじゃん。だって。おいおい、川口寝なかったのか。起きたよちゃんと。偉くない？こうやって。こうやってペットボトル飲むぞ。普通に飲みづらくない？このペットボトルにかぶりつく飲み方。めちゃめちゃ飲みづらい。なんかその空気の抜け道がないからさ。たまにいるけど。その飲み方嫌われるらしい。そうそうそう、嫌われる飲み方。人に飲まれないためだぞ。なるほどね。あの虫が入る隙とかも与えないわけね。こうやって飲んでるとさ、空気の抜け道がないから、なんか変なの、なんか量入ってくるじゃん。量の調節ができない。でもこうやって飲むと、ここに隙間が生まれるから、こっからもしかしたら何者か敵が、スパイが入り込む可能性もあるからな。毒を入れられる可能性がある、スパイが入り込んで。だから完全密封するのは大切かもしれない、こうやって。始まるぞ。みんな、俺はロリコンじゃないですよ。そんな飲み方じゃ CM 来ないよ。ね。コーラは氷に入れて飲む方がうまくない？氷に入れて？氷を入れてじゃなくて。いや、まあ冷たいに越したことはないよね。すべてにおいて。飲み物はジュース、炭酸ジュースなんて。炭酸ジュースはもうシュワシュワで、あのキンキンに冷えたらうまいけど。めんどくさいじゃん。氷でできたコーラの瓶あるよね。そんなあんの？うまそう。だから。そろそろ来るぞ。衝撃に備えろ。捕まってろよー！ガーン！本当はキンキンに冷えてほしいけど。ハッピーハッピーフレンズ。懐かしい。今コメントでハッピーハッピーフレンズルンルンルン、イマジナイルンルルンルル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 。あれ、それ違くね？ワタテンのエンディング、今俺歌ったの何？それチェリメリでは。そうだ、チェリーメリーチェリーだ。始まった、来たー。ミリアタソ始まった。またミリアちゃんかい。ミリアちゃん、あーかわいい。ミリアの妹目線。人間ができすぎてるミリア。かわいいミリア。ミリアちゃんいいね。アニメで2回も自分の回があるなんて強いな。確かにお得だ。営業周りがおられるって敬語間違ってるぞ。おられる、おられるって敬語使わないの。出たー、クソカワオープニング来たー。ドゥルル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 ル
かわいすぎる。ちょ、コメントがクソ邪魔。消そ。キモいし、こいつら全員。ニコ生から出られない。老害たちでしょ。今日川口近くない。ドキドキするんだけど。嘘、近い？変わんねえよ、いつもと。そっちが近づいてんだろ、多分。かわいい。ここ超かわいい。プロデューサー目線。ここ好き。でも俺もうちょい背高いけどな、本当は。あ、暗っこのポリゴンショック対策の激暗っ。かわいい、かわいすぎる、マジで。どうしてんだこれ、キャラデザの天才だろ。かわいい、マジでキャラデザ天才だろこれ。どうしたらこんなまんまるもちもちなキャラデザができるんだ。俺もほぼ輪郭は同じだけどね、まんまるもちもちで言えば。かわいい、やっぱ手書きだわ。海に沈んでも濡れないもの何？防水じゃない？防水パンツ。かわいい。あー、マリサ何その服、肩丸見えじゃん。お、後藤美咲ちゃん、松本紗理奈さんもいない、これ日押し。確かに。バリサなんだその服は。かわいいな。めっちゃ。自分のことを名前で言うな。川口は名前で言ってもいいと思うけどな。はるちゃんってかわ美人なのかな。このプロデューサーはダメだと思う。なんかキリタンバグった。え、バグってる？キリタン、どういうこと？もう一回コメントして。バリバリ言ってる、ノイズ入ってる。ほんとだ。おい、結局ダメなのか。あ、カオルちゃん、結局ダメってこと？そういや前もこうだったな。まだ言ってる？バリバリ。テスト。B の彼女いるのかよ。横になるわ。あー、ダメだ。バリバリ言ってるね。じゃあ終わり。結局終わり。はやはやです。かわいいミリアちゃん。いいか。かわいい、カオルちゃん。なんだこの持ち方、スマホ。あ、シュガミン TV やってんだ。こんな YouTube みたいな感じ、 YouTuber みたいな動画あげてんの。俺もこのレベルを目指すぞ。目指すか。あのレベルはできるよ俺でも別に。なんかでもこれ、俺気づかなかったけど、ミシロプロ同じらしいね。他のミシロプロと。携帯ボロボロじゃない？なんかめっちゃ。これミシロなの？そう。ミシロらしい。シュガハマ、頭でかくない？なのかな？
携帯ボロボロ。かわいいになったそう。ちゃま。わ、歴代シンデレラガールたちが横並びになってる。あのポスター1枚ください。おじさんにも。シマムーのやつ。なんかでも、唯一4級の第三芸能家ってもっと、なんか迫害されてなかったっけ？へえ、この世界の CG はこの順番でパラレル説が出てた。へえ。シュガーハノが背丈。人権がない、プロデューサーに。別なんだ。おばあちゃんみたいな飴くれるな。シュガーって身長いくつだ？ 170 ぐらいあった気がする。165とかだっけ？お、ゆうゆうゆっぺ来た。うわー。え、うまっ。10歳ぐらいでしょ？かわいい。ニナミン。思ったよりちゃんとスタジオで撮ってる。シュガミン TV。家の一角とかで撮ってるかと思ったら。ミリアちゃんだけネタが雑じゃない？みんなそれぞれ何かしらやってたのに。そうか、間取りでな。そこらの YouTuber と違う。トークが一番難しいような。床に座ってるとめっちゃ腰痛くならない？ライブ配信してたんだ。ははは。ほとんどやべえコメントしかなさそう。アイドルのコメント欄なんか終わってるだろ。そういうことだよな。タイプ C だ。OBS。これ間違えて配信しちゃうパターンでしょ？
これ絶対生配信しちゃうパターン。フラグが立ってます。わかりやすい。閉じときゃいいのに。そうはならんやろ。絶対押しちゃうじゃん。なんでマウスのエイム合わせちゃったんだよ。ああ。なんでマウスのエイム合わせちゃったんだよ。そんな困ることでもあんのかな、生配信したら。かわいい。うさみん。何しこっち事件って。いや、来るでしょ。俺の配信じゃねえんだから。返事、家具ですら返しすぎるとコメント来てる、来るというのに。3万円来た。なんか無許可で配信しちゃいけないのかな、親かな。うん、普通だよ。なんかこの勝手に配信しちゃいけないってこと。天使。なんか勝手にやっちゃいけないみたいなのありそうだよね、普通に。でもどうなんだろう、今の時代。これで頑張ってとはならねえだろ。ああ、かわいい。アベナナが。シュガハいいね。やっぱ金が全てだからな。普段はこんなにスパチャないのかな。うまい、媚びを売ってるオタクたちに。めちゃめちゃスタジオなんだね、すごい。679人しか見てない。すごいけどな。なんか同説誰か知らないけど一人で喋りすぎじゃね。あー、こういうアンチコメがね、見ちゃうってことか。そうか、配信慣れしないとアンチコメント来たら誰だよ。可愛いから気になる。子供は帰ってろよ。そんなアイドルのコメ欄で、まあどうなんだろう、シュガハかと思ったら、そんな
そんな荒れなくない？やっぱりあのかまっちゃうとね、そういうやつに。アイドルとかのその可愛い人の漫画でミリア雪見かのネタ、へえ。なんて言った俺、ミレちゃんなんて言ったか聞けなかった。こんな可愛いものを見に行ってる人間たちが、俺いつも知ってるよ VTuber のコメント欄で。いつも VTuber のコメント欄荒らしてる。あー、熟女しきつけない、なるほど。原作か、へー、原作であったんだ。かわいい。いつ吐いたの？あ、いつ書いたの？それ。結構すごい。すごいスピードで書いたな。この子たち。そんな5枚、5人分あの、これ書く時間あったか？ねえ、すごいスピードで書いた感じあるよな。なんか VTuber とかだったらやっぱりなんかもっと民度高いイメージあるけどな、コメント欄。まあどうなんだろう、シュガー派とかがそういうネタキャラみたいな感じだから、割とその辛辣コメントみたいなのが面白いと思ってるやつらがいっぱい集まってんのかな。V も荒れるときは一気に荒れる、へー。一人喋り上手すぎじゃない？配信者になった方がいいよ。アイドルやめてストリーマーやった方がいい。あと黙ってて草。かぐち、俺より才能あるよな。シュガハかわいいな。課長から超電話来てんじゃん。何がダメなの？生配信したら。子供にさせたのが良くないの？勝手に生配信、配信したのが良くないの？どっちなんだろう。やっぱり許可いるじゃんね。親の許可もいるかも。ああ、そうか。まあしかも多分ミリアちゃんがあれだろうしね、あのまだデビューしてないから。かわいいミリアちゃん。デビューもしてないはず。勝手にやると株価とか動く、へー。かわいいミリアちゃん、かわいい、強い女だ、かわいい。あのアニメでめちゃめちゃよく見る、あのちょっと奥行ってから振り返る動きってする人間いるのかな。魔性、かわいい。カグシも友達にやってみようよ。今度やってみよう。カハルマです。
なんだこの平和な回。一つも問題が起きねえ。バリバリ平和。幸せかよ。なんか今めちゃめちゃ面白そうな。ウサミンが褐色になったかった。バリさんいつも腹出てんな。寒くないのかな。あ、チャマなんだ。かわいい今の振り返る仕草。チャニマスみたいに元3場面ぐらい同時進行させてシリアスな流れにしてくれないと物足りない。確かに。バンジー、あのなんかあれだろ。うわ、ロマンティックナウだ。ももかバンジー界も原作あった？なんかあのインドの偉い人じゃないの？マハトマガンジーの話？1番？そっか、あのデレスの方は2番だからね。かわいい。いいですね。500いいねももらったの。めちゃめちゃ売名成功してんじゃん。かわいい。なんか平和だな。デレアニの方のミリアちゃん回って結構ちょっと重いというかさ、重くはないけどまあ結構ウロボロス探しのメグレーの8分の1ぐらいか。まあそんなもんか。カウチなんか7000いいねなのにな。しょべえな。第三芸能家コラボしてシガミン TV とコラボしてそれぐらいか。甘いな。いや俺7000いいねも言ってたっけ。なんか4000いいねぐらいのイメージなんだけど。どうせそも大したかな。デレアニの時はあのなんかお姉ちゃんだからあのお母さんにちょっとお、ね、がいろいろ放置されてあの妹だけをかまわれて私もうお姉ちゃんだからねみたいな感じで、でもあのミカネーとミカネーをあの抱きしめてあげるっていう話。お姉ちゃんはだからねっつって、お姉ちゃん同盟を組んでミカネーと、で泣いてるミカネーを抱きしめてあげる話だった。なんかまあ重くはないけどうっすらと覚えてる。俺も今の知識しかない。 95% 重くはないけどこんな平和ではなかった。え、デレアニって2期とかあったっけ。これ平和すぎ。分割か。あまりにも平和。シグハにとっては重い回だった。アイダアイさんだ。へえ。俺は後からしか見てないから。めちゃめちゃ可愛いけど、これ。嫌いな人は嫌いかもな。平和すぎて。俺平和アニメ大好きおじさんだから。いいけど。苦手な人は苦手かもな。楽しかった。よかった。起きて。3話までで点数つけようと。100点、100点、100点。むしろ事件あった方だろ。まあ、事件っていうのがね、わかんないけど。いやー、元気出てきた。起きちゃったから。いやー、かわいい。戻ってきてもらおうか。キリタンに。あんなかわいいことある？
みんな幸せだね。シリアスがいいのかほのぼのがいいのかはっきりして、ほのぼのがいい、いらない。なんかその俺はね、でも世間一般って割と多分内容なさすぎだろみたいな言う人いっぱいいそう。こういうアニメだと。さて、初に優勝が邪魔はすべ。いやいやいや、優勝が邪魔さないでいいだろ、俺ちゃんと起きたんだから。寝てたら優勝が邪魔すっていう話だったでしょうに。無料10連回すか、とりあえず。ルカ気になるけどな。ルカ諦めるのか。そう、あのね、今日か、多分このセールが今日までかな。お、SSR 出た。ラッキー。あれ、これ持ってなくない俺。あ、持ってんだ。見たことないと思ったけど。かわいい、何これ、どういう状況？セール23までとかじゃなかったっけ。え、やば、めっちゃ出る。わーい、2枚出た。でもどっちも持ってる。え、俺これ米火消し点か、米火消し点か。これ俺、え、チョコちゃん可愛すぎじゃない？最新のやつ。え、俺なんで持ってんのこれ。じゃあ、うわー、めっちゃ迷うね。だから21の、だからまああと明日、暦上で言うと明日までか。次のガシャの発表はされてないの？あれされてたっけ。されてないよね、確か。いや迷う。どうなんだろう、世間でこのルカのコミュ。後悔しない方を選ぼう。後悔しない方を選ぶ。自分の目で確かめないと。選ぶか。あと4510でしょ。だこれ買ったら、これ買ったらいけるってことでしょ。5000円か。5000円。世間と川口は評価一致しないから当てにならない。まあね、5000円負けで、5000円負けだと思ってあれする？買う？全部負けだと思って買えば俺多分いっぱいお金使える気がする。でその分パチンコ打たなければ。まあ別に石の損はないし。まあない、そうだね。ミリアにスパチャすると思って。ミリアにスパチャすると思って、そうだな、ミリアちゃんにスパチャしようとかな。うわどうしよう、めっちゃ迷うな。ルカでもこれでルカ追ったらさ、ルカのこと追いたくならない？まあこのコミュ次第か。ルカのワイルドアイズ追えばいいじゃない。いやだよ、俺今でさえこんなに苦しいんだから。追っていたら絶望なんだから。うわめっちゃ迷うな。5000円か。なんでパチンコ屋の5000円ってあんなに躊躇なく使えんのに。パチ買いだと。ルカなら一人だからユニットまで追うことは無意識。ノクチル切ればイカ略。ノクチル切ればスッキリする。ノクチルは切れねえよ。アルストロメリアも切れないし、チョコちゃんも切れない。うわー、前だってこないだ課金したばっかだよ。こないだ6000円ぐらい課金した、チョコちゃんの限定もらった。でももしかしたら1500で出る可能性あるからね、これピックアップ2倍だから。でもピックアップ確率が2倍なだけで、SSR 排出率は2倍じゃねえんだよな。超罠。
いやー、後悔しない方を選ぶか。だから、ルカ結テー論よりブルはいいが、だろルカテーブルが、入ってるかどうかだよね。今後、無料修練とかさ、それこそ他の限定ガシャを回してる最中に、ルカのこの工場 SSR が引けるかどうか。やっぱ何枚も同じ、何枚も引いてる工場 SSR ってあるじゃん。そのテーブルにルカが入ってくれるかどうかも大切だよな。やっぱはちゃめちゃにな、何枚も何枚も引いてる PSSR はあるから。課金した瞬間テーブルに入る。いや、そうなんだよな。それあるよな。それはマジであるんだよ。課金したカードをテーブル入りがち。引けるようになりがち。あれ、俺これもらってなくね？危ねえ。え、これもらったよね？どうやったらもらえるの、これ。プロデュースしなきゃいけないの？イベントミッション。うわ、5000円をじゃあサンドに入オーれト使る。ってみれば。オートなんか使えんの？え、ウィングでもオートできんの？ウィングじゃ、あ、オートプロデュース。これウィングは無理だよね。ほら、グラッドだけだもん。じゃあ財布から5000円をこう入れるつも使りったこで。とないけど、グラードのミッションもある。え、グラッドのミッションもあるんだ。5000円を抜き取ればいいんじゃない？財布から。で、うわ、5000円負けたなって思う。ウィーン、5000円出しました、今財布から。5000円こをい出つちしゃんびっくてりしてるよ。 急に俺が当たった。当たった？何が？樋口まどかです。よろしくお願いします。ウィーン。はい、5000円を入れました。もぐもぐ。サンドが5000円を食べました。で、課金しろって話。4300バナコイン不足してる。これバナコインをさ、こっちのあれで買わしてほしいわ。もぐもぐ。あ、なんかすんげえ簡単に買えちゃった。課金って簡単で怖い。シャニマス好きだから課金するよ。この工場がね、激安でもらえるやつは課金し得だから。しかもセール中だしね。デジタルで課金した分を現金で貯金しとけば損した気分にならなく、イカ略。いや、そう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 。だから今そうした。なんか貯金箱、デジタル課金貯金箱を作んなきゃダメだね。さあ、じゃあ当てましょう。ここで出てくれればもうめっちゃお得。2%で出ます。もう PSSR が出たら確定なんだ。万々歳。もうここはすごくない？もうこれでいいだろ、マジで。なあ、ソシャゲの ソシャゲのピックアップはこれでいいだろ。出たら確定でいいだろ、せやな。マジで。これぐらいにしてくれよ、いつも。なんでこんなひどい利益が出まへんのでするの？もっとなんか別のところでさ、金をさ、マネタイズできるさ、
ガシャ以外にももっと作ればいいじゃん。ガシャはこれで毎回これで当てるわ。 2%っていくつ？50分の1？ 10連で50分の1を引く。 2%。 10連で50分の1を引くボタンを押すわ。いくぞ。50分の1。虹のカーテン来たら確定か。そうだね、入った。スキップなしで虹のカーテンが来たら確定演出いきます。スキップなし。まあ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 、50分の1な。かわいい。7で激おもロードも、もうほぼ確定。ほぼてか確定だ。激おもロードは超熱い。ロード来た。信頼度 90% ぐらいの演出でも、たまに SR が混ざってるから間違っちゃいけない。本当に激おもロードは結構重いから。3連、4連、かおちゃん多いね。5連、折り返しだよ。50分の1だよ。5回で50分の1は多分 10% ぐらいで引けるはずだから大丈夫。 10% 引いていこう。7回。うわ、かほちゃん多いな。あと3回。50分の1。いやー、50分の1、ラスト50分の1。あれ、ラストじゃなかった。数え間違いしてました皆さん、残念ながら。おい、わら、なんやねん。カホの3カードで、カホの3カードと、三つ峰のペア終わり。まあしゃあないわな。フルハウス。まあでももらえるんで、これでもらっておきましょう。だ、このコミュ見て俺がルカを好きになるか好きにならないかが決まりますね。そういや、昔の動画見てたらスキップなくてすごいびっくりしたわ。え、どういうこと、スキップないって。昔のガシャは何、スキップなかったってこと？連打でしか行けなかったってこと？いきます。スキップ機能自体なかった。まあウィニングランです。道中で出てくれたら嬉しいけど、どうせ出ねえんだから。え、これ10枚目じゃないよね。おい、どこで引き使っとんねん。くそ、つっぷし。高山からのサービス。これだよ。テーブルか。完全にテーブル入ってるわ。これ10枚目じゃないよね、多分。わかんない、10枚目だったかな。しかもここ2倍じゃないでしょ。なんなら、かわいいね。8枚ぐらいだと思う。そうだよね。うわ、ほら、もう意味がわからん。やってるわ高山が。くそ、おい、くそ。じゃあ出てくれって。ここ2倍じゃないよね多分。あ、終わっちゃった。うわ提供割合を見せることもし、これはやってる、見ることもできなかった。今 4回目、ステップ4のガシャの提供割合を見ることもできなかったわ。だったら3回目で出ろよ。なんか今後めっちゃ出そうだな、ルカ。まあでもおかげでルカ手に入ったんで、よしとしましょう。じゃあちょっとルカのウィング、いや、ルカのウィングはまだルカのガシャ終わってからがいいか。こいつじゃ見よっか。ルカのガシャ終わってからルカのカードのコミは見よう。もしかしたらルカ、俺がコミを見る、配信で見るせいで。地域グラッド、ああ。でもコイトちゃんのこないだのやつ見たくない？重そうなやつ。でも重いんだろうな。やだな。でまた結構いろいろ増えたんだよね。ほら、こんなに増えました。まあ課金してるんですけど。
この子とこの子は課金で手に入れた。へこんでる恋とちゃん見れる。女なんで。さっきのやつ普通に 1% だったわ。 1% だった。なんで 2% の時出ねえで 1% の時引けんだよ。いらねえんだよ最後の10連では。出るんだったら普通に出ろよ最初の時に。よくわかんねえ。これもでもなんか重そうなんだよな。チョコちゃんにしてはチョコちゃんの脇が見えてます。かわいい。結構なんか全体的に暗い絵が多いな。こいつちゃん見るか。じゃあなんで、あのその 1% の引きをもう10年前に出してくれれば俺は3000ポイント使わないで済んだのに。ケチだよね高山は。そういうとこ、そういうとこちゃんと金取るとこは取っていくよね。しっかり取っていくよね。ずるいよね。衣装がシャ引けたのにな。な、商売上手だね。衣装会社って俺聞いたんだっけ。プロデューサーさん、今回のアイドルだ。1500円の初回は引いてないじゃん。引けんだけどみんな。これ罠だよ。もう引いたって意味ないじゃん。引いたって意味ないじゃん。ねえ、行くぞ。引いたって意味ないのに引きたくなっちゃう。衣装ガシャ絶対このガシャ貯めといた方がいいって。25% やぞ。 25% で出んの衣装が。20やっけ。わかんねえ。全部3000円するわ。いやいいよ、取っとこうぜ。でまたなんか工場とかでさ、このあの確定バージョンが来てくれたら嬉しいじゃん。まどかちゃん、じゃあちょっと小糸ちゃんのコミ見よっか。なんか元気になってきた俺も。絶対どっかの283ガシャとかで使いそう。ああいやそれでもいい。だからそういうやっぱなんかその時に毎回課金するよりは。かわいい。ちょっと先一回全部やっちゃうわ。先やっちゃってコミ全部解放してから見よう。 35% やったわ。 35% で衣装出んの。えぐ。でもどうせ引けねえからいいよ。俺今日もさ、その出かけててさ、友達とねパチンコ行ったの。そしたらさ、なんかいいやつ引いて、期待値2000枚出る当たり引いたんだけど、1000枚だったから、まあやっぱり引くよね、そういう薄い方。期待値通りは出ないよねっていう。全然。すげえ大人っぽくて可愛いなこのコイトちゃん。コイト。でもその当たりを引くためには、俺8000、なんかその当たりを引くためのその当たりの目を引くのが8192分の1なの。それを引くとだいたい2000枚出るよって言われてる当たりに行くんだけど、8192分の1を引いたおかげで、薄いとこ引いたおかげで、その後の出る量も薄いとこ引いてる。平均に届かず。悲しい。でも8192分の1引ける男が 2% 引けないはずねえからな。普通に考えたらわかると思うけど。
1% 引いたじゃん。そうだから8192分の1引き今日引いてきてるから 1% とか全然余裕なの。8192分の1って何パーパーセントで言うと、100分の1があれでしょ、1%でしょ、80倍でしょ、 0.01% 0.01%、 なんか 0.01% って言われるとなんか引ける気がしてくるな。かわいいこの顔、そんなにむずくなさそう 0.01% って言われたら。8192分の1めっちゃ可愛い小糸ちゃん。小糸ちゃんも割とひななと同じぐらい好きになってきた最近。可愛いから。内弁慶なところもなおよし。なんか内弁慶だとやっぱさ、俺みてえなさ、そのオタクはさ嬉しいんだよね。 0.000122% だって。え？ 0.000122% なの？ 8192 分の1って。嘘だ、そんな低いはずなくない？そんな低いの？パーセントではない。少し待って。パーセントではない、どういうこと？難しいこと言うね。あ、かける100か。余裕です。努力の。だかける100。アンチグループ学習。ああ、こいつちゃん嫌い。男と打ち解ける可能性の無い恋とちゃん可愛い。そうそうそう、そういうなんかオタク的な考え方でいくとさ、そういうユニコーン思考じゃないけど 0.0122% だわ。あ、でもやっぱそうなんだ、 0.01% ぐらいなんだ。ユニコーン思考じゃないけど、そのやっぱり内弁慶っていうところが、あの他の男にはそんなに愛想振りまいてないんだろうなっていう可能性を感じられていいよね。何この、え、かわいい、やめて、そんな顔で俺を見ないで、好きになっちゃうから。恋子ちゃん聞いてるぞ。だからいい、やっぱ社交性が高いとどうしてもね、他の男の前でもこういう顔するんだろうなって思っちゃうかもしれないけど、こいつちゃんはそんなことがないからいい。社交性は低ければ低いだけいい。自分にだけ笑顔を見せてくれればそれでいい。すごっ、この安さで 3.5倍、1個目にこのさ全観客に 3.5倍、もう超インフレしてない？1個目に取れる強さじゃないだろこれ。強すぎんだろ。強い。0.01 っていうと、まあ8000回に1回引けるぐらいってことか。0.01 って何回に1回なんだろうと思ったけど、8000回に1回だったわ。すげえアホ。みんなゴブリンスレイヤーってアニメ知ってる？あれ面白いの？このスロット何年か前にやってたね。エロいやつ。あ、エロいやつなんだ。それのスロットでその8192分の1を。その話の振りはどうせパチにでもなったか。そう、その俺が引いた8192分の1っていうのが
ゴブリンスレイヤーの台なんだけど、マジで面白くなかった。かわいい、道中がマジで面白くなかった、びっくりしちゃった。なんかかわいそうだなと思って。それこそ原作ファンとかがさ、え、あれスロットになったんだ、パチンコやってみたことないけど打ってみようかなみたいな感じでさ、わかんない、原作を知らないからなんとも言えないけど、それで打ったらぐちゃぐちゃになるぞ、あんな、あまりにも面白くなさすぎて、うんともすんとも言わんかった。おめでとうございます。まあなんかだから内容とかが全く分かんなかったんだよ、ゴブリンをなんか退治するアニメってことぐらいしか分かんなかったから。川口が薄いとこ引いてるんじゃなくて何、何も起きない薄いとこ引き続けたってこと？そんな可能性はまあなきにしもあらずだけど、何にも起きない、そんなもん見なくてもわかるだろ、薄いところを引き続けてる可能性がある。そんな、まあ、タイトルでゴブリンスレイヤーって名前だからな、ゴブリンをスレイしてる可能性は大いにあるけど。任せてください。ちゃんとできてた。でもしかしたらしてないかもしれないじゃん、ゴブリンをスレイ。マジで何も分かんなかった。そういや馬かっこよかったぞ。馬？何馬って、何の話？馬娘？トップオブ娘？ああ、馬娘の、あ、まだ見てないんだよね。完璧だったよね、馬娘のアニメ。なんかあれも、あれもサイゲームスピクチャーだもんね。サイゲームスピクチャーすごくない？頑張りすぎじゃない？まあ、サイゲームスピクチャーって言っても多分 U149 と並行して作れんのすごいわ。まあ、多分並行はしてないんだろうけどな、言うて。どうなんだろうね、俺たちからしたら並行だけど、並行してるってわけではないんだろうな。確かに。まあでもそれでもね、同じ時期にアニメが2個あるっていうのはそういうことだよな、少なからず。でもあれでしょ、4話とかなんでしょ、ウマ娘の方は。あ、6話もあるんだ。でもすげえよなマジで。まあ外注のも多いんだろうけど、でもクオリティ高いもんね、めっちゃね。余裕で決めちゃいますよ、U14、映画みたいだった。こんなクオリティ高いんだ、見よ俺も後で。カレンちゃん出るの？え、カレンちゃん出るの？そういや、推しの子が先週1話なんだっけ。まあ最初の1話がめっちゃ長かったからね。推しの子ってどこまでやんだろう、アニメでやる場合。話せない話、重い話してる。かわいい、ニコその顔が見れるだけで俺は幸せだよ、コイトちゃんの。推しの子覚えてねえな、話見直さないと。また一つも覚えてない、推しの子の内容。一週間で忘れる。いや、あのあれね、漫画の話ね。最初の方は覚えてたんだけど、なんかどこどういう話だったか覚えて、なんか普通にラブコメしてた覚えがある。推しの子。
結構シリアスな感じかと思ったら割とラブコメしてて俺キュンキュンしてた覚えがある。普通のラブコメパート可愛いって思いながら見せた気がする。前漫画読んだ時はあのさ、ジャンププラスのアプリがさマジでさ俺の iPhone8 だと重くて見れなくて、だからそのなんか読んでるとどんどん重くなっていくの。最初の1話とかは重くないんだけど、いや近い位置する。8って何世代前よ、わかんねえ、6年ぐらい前。近いうちしようと思ってる。そこまで来ると iPhone8 の問題じゃない気がしてきた。どうなんだろう、バッテリーかな。なんか結構バッテリーもね、なんか悪さするっていうのはその挙動に iPhone ってバッテリーのその消耗とかで割といろいろなんかその挙動の悪さ出るっていう話も聞いたんだけど、何が正しくて何が真実かわからない。まあ俺バッテリーよくわかんないものに交換してるからさ自分で、アマゾンでバッテリー交換キットを買って交換した謎バッテリーに変換してるから、それのせいでもしかしたら悪さしてる可能性もあるけど、ちなみに一戦するには時期めっちゃ悪いぞ今。あ大丈夫、なんかそのあれだからなんか買おうってわけじゃないから、なんか友達がのオフル、友達が最近最新な、なんか割と常に最新の iPhone を買ってる友達がまた最新の iPhone にしたから、それをなんか売ってくれる、格安で譲ってくれるらしいから、それを譲ってもらう。13わかんねえ、なんだろうね。ええな、うん、いいよって言ってた、余ってるからいいよって言ってくれた。あざす、持つべきものは友達です。まあ多分13か12かどっちかじゃない。え13と12だよね最近の iPhone って。一番なんか14なんかね、バカ高い iPhone、いや多分ただじゃない、でも結構安い。なんかその下取りに出そうと思ってたらしいんだけど、下取りに出そうと思ってたらしいんだけど、なんかめんどくせえからいいよ譲ってやるよ、下取りより安くで全然いいよ、もう俺も俺のオフルだしって言って。いくらか聞いてないけど、あんま会えないから。まあいくらか安くあること祈ってる。めちゃめちゃ踏んだくられる可能性もあるけど、なんか超高い iPhone 買ってた。一番新しくて一番いいやつ、 iPhone14 Pro だっけ、なんか30万ぐらいするやつ。おい見てくれよとか言って自慢された。やば、もうそんなん持ち歩きたくないよね。だってゲーミングパソコン買えるもんね。だってきますよ、余裕で決めちゃいますよ、ありました、ありました、携帯できないねえ。まあでもそこまでやったら本当に何でもできるんだろうなって感じはするけどな。まあ売るときもそれなりに売れるからよ、うん、30万のスマホで何すんの。何もしないんじゃない。でもなんかいろいろやりたいみたいな話はしてたけど、動画撮ったりとか。原神マジで、でも本当にでも広角とかマジすごいなって思った。もう本当に目と鼻の距離にiPhone 置いてもめちゃめちゃめっちゃ広く
顔の目と鼻の距離に iPhone を置いてももうすんごい広く周り見れ撮れてるみたいな、広角がめっちゃすごかった。この位置でそんなに撮れるんだっていうくらい広く撮れてた。感動した俺は。広角は結構前からついてるよ。あ、そうなの？あれはあの一番新しいやつがすごいんじゃないんだ。俺があの全人類なだけなんだ。全時代的人間なだけなんだ。すごくない？ iPhone の広角。最新のは望遠がすごい。望遠がすごいんだ。なんかなくした時とか壊した時にすげえ。もうほぼ頭打ちしてるな。してるよな。なんかあのもっと多分スペック高いの出せるけど、あの出しちゃうとまたそう遠くない未来で、あの頭打ちしちゃうから、なんか毎年出さなきゃいけないじゃん iPhone って。だからなんかもう毎年毎年その足かせをつけたものを出してる気がすんだよね。もうもっと上まで多分作れてるけど、ある程度制限、機能を制限した状態で出してる気しない？毎年。インフレするソシャゲのガチャかよ。そう、調整してる気がする。次はタイプ C つけて絶賛されるぞ。え、でもなんか確か iPhone の。カメラ趣味やってるけど、正直ズームしないならデジカメいらんと。イカ略。なんだっけ、アップルのタイプ C はアップル製品しか使えませんみたいなやるんでしょ今度から。確か次回からタイプ C つくけど、アップル製品以外のタイプ C はなんか認証しませんみたいなやるって聞いたよ。本当かどうかわかんないけど、嘘かまことか。何のためのタイプ C だよ。本当にな。タイプ C って呼んでいいのか。だからまあライト形がタイプ C なだけのライトニングケーブルと一緒だよ。ヨーロッパで違法になるから多分ダメだぞ。え、そうなの？なんかそういう話を聞いたよ。まあでも俺別にタイプ C、 俺タイプ C のものほぼ持ってないんだよね。みんなどんぐらい持ってる？俺全然タイプ C に移行できてないタイプの人間なんだけど、あのワイヤレスイヤホンぐらいタイプ C。ワイヤレスイヤホン以外は今も不動み変換は公式のじゃないと使えないし、ね、ああ HDMI ね。 Android はタイプ C しかないから。タイプ C ってどういうの？タイプ C はなんかどっちからでもさせる USB 丸っこいやつ。もう最近の流行りはもう全部それになってるやつ。川口はタイプ O、 オールの W なんだよ。そうだよ、俺タイプ O だよ。いつまで経っても、もうなんか一回さ、その自分の中で固定化されちゃうと、そこから抜け出すのってものすごく大変だよね。自分の中のそういうなんか当たり前が固定化されちゃうと、全然新しいところにその壊すことができない。まあまだこれ使えるしなっていう。充電の根元側もタイプ C になりつつあるよな。あ、ね、ライトニングはシンプルにゴミだよ。でも俺ライトニングがゴミだなって思ったこと一回もないんだよね。なんで？何がゴミなのライトニングって。ちなみに一度たりともゴミだなって思ったことないんだけど俺。遅すぎる。遅いんだ。へえ。やっぱあれだよな、一度そういうなんか良さを知って、いいものを知ってしまうと、そのうまいものを知っちゃうとまずい、あの安いものが食べられなくなるみたいな理論なのかもしれないな。俺は知らないから幸せでいられる。知りすぎるっていうのも不幸なのかもしれないな。知りすぎる罠、罪、知らないという罪と知りすぎる罠みたいな言ってたもんな、仮面ライダーのオープニングで。何の曲だったか忘れたけど、ファイズかブレイドか。知らないってことはね、あの幸せなこともあるんだよな。555やん。ファイズか。フレームレートも30で満足したれば上位ランス。いや本当に俺もだってさ、違うブレードだわ。60でマックス60なんだけど、うち
65か。何も思ってないもんね、知らないもんね、これ以上の。なんかめっちゃぬるぬる動かしたいなって思わないもんね。でも一回知っちゃうと割と、なんかでもね、パチンコ最近パチンコ台もあのフレフレとかクソヌルヌルのパチンコ台が出てきてて、一回それ経験しちゃうと、あ、こういうことかって思った。あ、こっちのがなんかいいなって。生活水準は下げられない。そう、なんか一回経験しちゃうと、なんかわか、あの別にそうじゃなくてもいいけど、そうの方がいいなって思うようになっちゃったの。すごいなんかね、ぬるぬる。すごいぬるぬるだった。だから俺もこのパソコンのモニターとかもぬるぬるにしようかな。300うんちゃら。iPhone の最新のは 120fps だから戻れなくなるよ。そうなんだ。iPhone も何フレーム、何なのフレームレート上げる、上げたがりや。誰、どこのドイツなの、最初にフレームレート上げ始めたやつは、上げたバカは。昔は 30fps でも満足してただろ。ほんと誰なの、上げてなんか世間でなんかフレームレート高い方がいいだろみたいな風潮にさせたやつ、性格悪いでしょ絶対。フレームレート高い方が、高くないときついみたいな。そもそも 120fps の動画見る機会がいいの。本当だよな。てか iPhone でそんなにヌルヌルである意味ねえだろマジで。 iPhone で何をそんなにヌルヌルである必要があるんだ。おめでとうございます。でも一回慣れちゃうとそうなるんだろうな、人間の目って。そうじゃないときつくなるんだろう。スクロールが気持ちいい。スクロールが気持ちいいんだ。余裕です。ちゃんとできてた。いいなぁ。言うて他で120経験してたら60とかストレスたまるよ。なんだね、でもそう言うよね本当に。だから経験しない方が良くない。だってそうなっちゃうとさ、もう全部のバイン。かわいい。怒りますよで許してくれる小糸ちゃん、かわいい。好き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 小糸ちゃん。ニコ生のコメントは未だにカクカクなのに。本当だよな。非可逆だからどんどんフレームレート上がっていくぞ。でも人間の目でなんか追える限界みたいなのあるんでしょ、フレームレートって。もうマックスじゃん。人間の目の限界はあるって聞くけど。あるけどなんとなくわかるらしい。上がれば上がるだけ。逆に言うと高水準のものの良さも知れるし。いやでも高水準なものってやっぱ知っちゃうとさ、フレームレートに合わせて進化していくかもしれん。まあそれはあるかも。高水準なものってやっぱ知っちゃうともう戻れなくない？何よりパソコンのスペックとかもそうだよ。昔はこんなハイスペックじゃなかったのにさ、別に困ってなかったけど、今やっぱりそれなりにハイスペックじゃないと辛くない？今慣れちゃってるからもう。昔なんかガックガクでもさ全然待ってたのにさ、重いなーとか思いながらもごもごしながら。正直もうスイッチきつい。ゲームの？でもスイッチが一番売れてんだよな。やばい、これ負けんじゃね？スマホの性能は頭打ちになってきたけどな。なんかスマホの性能に関してはやっぱ 720p で十分だわってなって。カメラ以外は
あれじゃない、ずっとあの性能変わってなくない、知らないけど。だいたい今何買っても同じだもん。だいたいカメラ以外はもう全部変わってないイメージある。なんか iPhone の発表会も毎回カメラのことしか言ってない気がする。 4K 軽減した上で720で十分だわ。いや俺ね、720はね画質が悪いと思うあのフル HD 以上は別にどうでもいいけど、720は画質悪い、さすがに。1280の720はさすがに画質悪いと思う。頑張ってきたことの全部出し切ります。行きますよ。よくにこのままにいられるの俺だから自分で見ないもんだって、自分の配信、自分の配信見たら俺イライラしてたら見れないよ、きつくて。だから見ない、俺の配信は見返さない。スイッチの配信は見返してもいいけど、画質がいいから。俺らだけ被害被ってるんだスイッチ見てくれ、俺の。あと明日から配信します、ゲーム配信。ゲーム配信たくさんしたいので、今ゲーム配信欲が高い、絵を描きたい欲も高いけど。でも今日さ、今仮眠して元気になっちゃったじゃん今俺。でも元気になっちゃうとまた昼夜逆転しちゃうから。ニコ生の川口の放送に画質求めてないからいいや。まあそれ俺だから、ニコ生は画質関係なくても別にいい配信しかしたくない、しないしな、ほとんど。なんか画面見なくてもいい。絵は、絵も描きたい、絵のモチベもある、困る。結構いろんなモチベがある、地味に。トゥルー、絵もツイッチで描け。あ、シマムよ誕生日に備えろ。あ、24日か、シマム。そういえばやば、そうじゃん、シマム誕生日に備えないと。絵もツイッチで描いた方がいい、正直。どう、絵配信。なんか絵は、いや、あのさ、ツイッチって音楽とか流すとさ、あの普通にミュート食らったり、多分バン食らったりするのね。で、絵描いてるときとかってさ、やっぱ少なからずなんか BGM とかかけたいときあるじゃん。まあ基本的に俺あんまかけてないけど、普段から。でもやっぱあの集中力が持たなくなってきたタイミングとかさ、あの飽きちゃったタイミングとかは、やっぱり BGM が欲しいなって思うときとかあるから、そういうとき Twitch だとさ、やっぱり。コメントできなくなるから、じゃあ見ないかって感じ。あの、簡単に曲流せないこと考えると、なんか絵描くときニコ生気が楽だなって。やっぱニコ生って何してもいい場所あの違法行為してもなんか許されるような場所じゃん、最悪。ダメなんだけどね。映像だけツイッチにミラーしてくれでもマジでツイッチのあの絵描く配信とかめっちゃ画質いいよな。そういうこと考えるとね、スイッチだ。勝手に来て勝手にコメントして勝手にされる。うん、そうなんだよね。なんかそのやっぱ匿名というか、まあそれこそコメ別いってたらさ、184でコメントしない人は一応わかるけど、でも別にそれはコメ見ないとわかんないし、なんなら184つければそうもならないし。でもツイッチだとな、強制だから。ツイッチもなんか184モードみたいなの欲しいよな。でもそう思ってんのは多分マジでニコ生だけなんだろうな。だってニコ生以外の配信サイトで匿名じゃない、匿名のサイトないもんね、もう今このご時世。ニコ生だけだよ匿名でコメントできんの。変な中華サイトぐらいしかない。うわー、見ていい、みんなネタバレあり。チアーとかサブスクある、市認知されたいってのはありそう。あー、なるほどね。まあ、名前呼んでもらえたりするだろうしね。それこそセピア色の孤独、誰かの笑う声、アンチグループ学習、話せない話、間違いではない、間違いでないように。なんか悲しそう。匿名だと地位牛が米してくるじゃん。別にいいでしょ
なんか匿名でしかこ、なんか匿名での方がコメントしやすいとかはもちろんあるだろうしな。別にこっちでは分かってるたりもするわけだから、どうせみんな C 級なんだから。インターネットでコメントしてるやつなんか、陽キャはインターネットでコメントしないの。みんなあのクラブでテキーラ一気してんの、ショット飲んでんの。陽キャはインターネット界でコメントしてる時点で陰キャだから、C 級だから。それでいいじゃん、みんなそうなんだから、同じ横並び。極論がすぎる。コメントに差なんてないんだよ。コメントしてるやつが全員そうなの。今はクライナーやぞ。何クライナーって。うるさい。コメントしてるやつに差なんてないの。どれだけイケメンだろうが、どれだけブサイクだろうが、みんなコメントしてることには変わりないから。同じ土俵に立てるのよくない。コメントでだけで、でも面白くないコメントしたやつもいるからな。テキーラより飲みやすいショット用の酒。へえ、そういうのがあるんだ。ショット用の酒。でもなんかそんなの面白くなくない。ショットってあのえぐい酒を一気に飲むから楽しいんじゃないの。それを軽く飲んじゃったら。クラブに行っててニコ生でコメントしてる人はどっちですか。クラブに行ってニコ生でコメントしてるやつはいないから安心してください。よかったですね、そういう人はいません、残念ながら。見る？見ないっていうものもありだよ。どっち派？みんなは。見ない。見ない。わかった。じゃあ見ない。見ない。じゃあ見ないことにします。寝ましょうか。見る。かわいい、嬉しいんだ。おつ寝るか今日は一旦。それでもいい。寝るなら見る。寝るなら見る。だってせっかく中英学店治ったのに、俺この元気な状態でさ、また朝ぐらいまでまた朝ぐらいまであれしちゃうぜ。起きちゃってまた夜ぐらいに起きて、うわ中英学店しちゃったよって夕飯になる。一回起きたらもう寝れねえだろ。いや全然寝れるよ、だってさっき眠かったんだから。今布団に入って、俺さっきさ睡眠の質を高めようと思ってアラームかけた後に耳栓しようと思ったの。もう周りの音を全て遮断しようと思って耳栓つけた時に気づいて、あれ朝寝ても夕方に起きるでしょ普通の人は。これ耳栓したらアラームの音聞こえないじゃんと思ってやめた。めちゃめちゃお茶目かますとかあった。危ない。気づけてよかった。カイトちゃん、やっぱどんなさ小さな音も俺の睡眠の質を下げる要因になるかなと思って耳栓して寝るんだけど最近。じゃあ右。おかしい瞳だ。かわいい。やっぱ体に電流流す目覚まし買わないと。いや本当にな。おじいちゃん前にも言ってましたよ。え、前にも言ってた？本当に？マジでさ、俺今何の話しようと思った？マジで。俺今なんで？何を？マジで何？あ、じゃあマジでさっき。マジで。眠くて本当に寝ちゃおうかと思ったの。でもやっぱりさすがに。止められなかった。アイドルマスター U149を見たいという欲は偉くない？マジで眠かった。本当に絶望するぐらいさっき眠かったのに、今は全然そんなことない。割かし元気。でも寝ろって言われたら普通に眠れる。みんなどっち？モンハン配信もそれで頑張って始めてくれ。あ、そうだよな。
モンハンライズまだアップデートされてんだ。モンハン号やる。あ、モンハン号出るらしいね。寝ようぜ今日は。明日のパチパラのために。うわ、モンハンやりてえな。最後に一番がいい。モンハンやりてえ。でも俺サンブレイク買ってない。なんかモンハンスタイリッシュすぎて、なんか今のモンハンってモンハン感なくね。アイスボーンやろ。アイスボーンやる。モンハン面白そうだな。ゴッドイーター化してきた感はある。なんかそんな感じあるよね。なんかやれることが多くなりすぎると、なんかそのかっこいいけど、絵的にはなんかモンハンのなんかさ、なんていうの、重み。まだマガイマと倒したとこまでしかやってねえぞ。一撃の重みみたいなの方がちょっとないよね。なんかモンハンって結構さ、今からモンハンとか一狩りで終わりそう、うわぁうわぁうわぁうんみたいなさ、そういうゲームのイメージだったんだけど、結構なんかバシュ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 ってなってる気がする。ライズはすごい悪いことじゃないんだけど、俺のモンハンのイメージはちょっと違うかなっていう感じはするよね。マガイマと倒した。やっぱり回復薬飲んだ後はでやってくれんとな、ね、うん。最新からモンハンやっていってなんかやれること多いなってゲイカ略虫のせいで。最新からモンハンやっていってなんかやれること多いなって言って、初代に行こう。初代は初代でやばいけどな、多分。まあ、なんかやり込んだのがセカンド G とかそのあたりだから、やっぱり。うん、今、あ、そっか、今、うんってやんない、走りながら回復薬飲めるもんね。そういえば、確かに、そういえばいつの間にあの回復薬飲んでうんってやんなくなったんだろう。でもそれがホットドリンクとクーラードリンクは存在が消えたし。そういえばホットドリンクとかなかったな。いや、モンハンやりてえな。なんか俺のこの深夜、あ、深夜帯ゲームモンハンでいいかもな。神の気まぐれつけて探索ツアー行かないと。何、神の気まぐれって。あとあれな、あの俺ずっとモンハン下手だったから、どうにかしてみんなの役に立たないとと思って、ずっとあの自動マーキングの装備だけはつけてたよ。なんかせっかく一緒にできるのに俺だけやれることねえなと思って。自動マーキングつけてなんとか。俺ができることを。ちまきも今何の意味もないしね。俺、川口のそんな情報聞きたくなかったよ。罠名人もつけよう。罠名人とかあったっけ。なんかせっかく一緒にやるんだったらさ、なんか役に立ちたいじゃん。でゲームあんまり上手じゃないから、まあ、じゃあ自動マーキングつけるかってことで、自動マーキングつけてはいたが、あ、いいな、夜中のなんかその暇つぶし配信、暇つぶしゲームモンハンにしようかな。なんかそのストーリーとかも特にねえしな。まああるっちゃあるけど、なんか別にみんなでワイワイしてるだけで貢献してんだよ、別れよ。まあでもそれはあるよな。楽しいゲームではあるから、みんなでやるのが楽しいから。あの PSP の頃さ、あのみんなでラオシャンロン倒しててさ、あのなんか2個目ぐらいのマップであの電池切れちゃって俺だけオフラインになって、でみんながラオシャンロン終わるの待ってるってよくあったよな、あれ。でそっからあの3つぐらいさ、あとあのラオシャンロン1回やるのにさ、強制で50分ぐらいかかるじゃん。で最初の20分ぐらいまで途中まで一緒にやっててさ、電源切れちゃってさ、1回もないです。嘘。でラオシャンロン終わるの待ってるっていう。なんで1人だけ切れるんだよ。俺だけ充電足りてなかったりさ、ない、あれ、あれないの、あるあるじゃん、モンハンあるあるかと思ってたんだけど、ラオシャンロンの途中で一人だけ抜けちゃって、そいつがずっと待ってる、終わるまで待ってる、あるある。
あれ、あれ、モンハンないない？もしかして。モンハンないないだった？ミラボレアス倒した後のロード中に電源落ちてデータ消えるハール。イカ略。それの方がわかんねえわ。それないないで。ないない。残念ながら。諦めて。移った後キャンプで待ってた。いや。俺なんかでも俺マジで下手っぴで、で友達と一緒にあのなんかあの銀レウスいるじゃん。銀レウスを倒そうみたいな感じになって、で俺が2回死んじゃって、これ以上戦うとやばいみたいになって、だからなんか銀レウスって専用の塔っていうマップがあって、でその塔の一番屋上に銀レウスがいるので、それの屋上で戦うんだけど、ちょっとお前これ以上やってるとお前死んじゃうからちょっと待っててって言われて、塔の一個前のマップで待っててって言われて、で待ってたのね、俺こうやって頑張れっつって応援しながら、でそしたらその塔の一個前のマップにチャチャブーっていうなんかよくわかんない化け物みたいな、ちっちゃい化け物みたいなのがいて、そいつに俺殺されかけてた、一人で銀レースを戦わずとして、やばいやばいやばい、死ぬっつって、え、なんでお前、銀レースと戦ってないでしょ、なんで死ぬのっつったら、チャチャブーに殺されかけてた。危なかったね。下手すぎて。8番に行きなさい。マジで下手すぎて。当時、マジでモンハン下手だった、なんか知んないけど。今結構うまいんだけどね、俺。割と自信ある。うまい自信が。でもわかんないけど、なんか昔めっちゃ下手だった。始めたてぐらいの時。なんだかんだな、めっちゃやってたな。モンハンやろ、今度。ちょっとでも PS2 のゲーム買ってきたからさ、PS3 も引っぺがさなきゃいけないから、明日の昼起きて、いろいろゲーム台を、ゲームの位置を、うまいこと、調整して。PS3 持ってきたらまたできるゲーム増えるからな。それこそ絶対絶命都市2もできるし。なので、今日は寝よ。また、明日。会おうよ。明日は夜。モンハンやるとしたらいつ？いやまあ本当に暇な、夜中暇な時とか、俺の暇な時間とかにもう超適当に始めるかもしれん。あんまりなんかそのいつやるとかはない、モンハンは。モンハンはその枠。適当枠。適当枠欲しかったからちょうどいいや、モンハン。とりあえず、次のゲームは、パチパラ13ギャンブラー RPG パチプロ風雲録をやっていこうと思いますので、面白くなかったらやめてもいいしな、最悪。ということで本日は以上で、寝ます。今寝たらちょうどいい感じになりそう。さっき2時間寝た分、めちゃめちゃちょうど良さそう。ということで、明日シャニ生配信あるけど見る？パチ以外の要素は楽しみ。まあ、パチもそれなりに面白いだろ。生配信見たところでな。おつ。何時にあんの？まあ、見ないかな。別に。どうでもいい。後から情報まとめてくれるだろうし。知ってた。以上、ありがとう。またね。またねー。ありがとう。バイニー。